ジパングニュースの時間です。大相撲の元関脇高藤力が自身の YouTube チャンネル高藤力部屋で大麻使用で日本相撲協会から懲戒解雇処分を受けた元幕内の貴源治が出演し、現役時代に所属していた貴乃花部屋の実態を暴露しました。元貴源治は、おかみの恵子さんから渡されていた部屋のちゃんこ代が3日間で5000円だったことを明かし、1日2000円か、そのくらい。兄弟子が貴乃花親方に、これだけだと力士が強くなれないので増やしてもらえませんかと言って一時増えましたけど、20人近くいて1人当たりだいたい3日間で250円のご飯、業務用スーパーに行ったらもやしを何キロって買うんですよ。そんなんじゃ強くなれねえっていう話になってと当時を振り返りました。これを聞いた元高藤力は、恵子さんが一番良くない、1日2000円はないよな。俺の時は1日3万円。人数も30人いたけど。若鷹が部屋に入った時は6万円だった。ちゃんとした飯食わないと相撲は強くなれない。減量してるわけじゃないんだから、と同情の言葉を口にしました。また、貴源治は師匠だった元貴乃花親方にまつわるエピソードを披露。師匠は、怒ったら3ヶ月とか、半年とか、ですと口を聞かないのが当たり前だった。貴景勝関も怒られるのが当たり前だったのが、急に口を聞かないとなって。それが、みんな、精神的にもきつかったみたいですね。自分は、入った時からそんな感じだったので、兄弟子にみんなが通る道だからって言われて、と明かしました。元高藤力は、俺なんか、元貴乃花親方が、8年くらい口聞いてくれなかったよ。3ヶ月くらいだったら、まだいいよ。久しぶりに会話をして、8年も口聞いてないって言ったら、ごめんで終わったよ、と苦笑いを浮かべていました。このニュースによるネットの反応は、恵子さんが悪いって言ってるけど、師匠である貴乃花が、弟子たちとちゃんこを囲んでいれば、こんな食事では、体ができるわけないってわかるはず。貴乃花部屋は、普段から、師匠と弟子が、一緒に食事をしていないのかな。事実なら少ないだろうけど、その割に、皆さん、随分立派な体をされてましたけどね。支援者からの差し入れが多かったんじゃないですかね。相撲部屋には、協力者から、肉や魚、野菜や米といった食料が送られてくるというのがほぼ当たり前だから、それを踏まえた上での低予算だったのでは。谷町からの差し入れが半端なく多いから、2000円の予備費で十分。この話が本当なら、あんな体ができるわけない。貴乃花部屋が独立した当初から、稽古おかみの悪評は少なからずありましたね。3日で5000円では、谷町からの差し入れがあっても、やはり体は作れないでしょうね。他の部屋でも、おかみが、弟子に5枚しか食べさせないって言ってて、差し入れは、自分の親族に送るって言ってたね。大事な弟子を預かってるのに、相撲界はこんなのばっかりだよね。たとえ、これが事実だとしても、発信者が問題を起こして辞めた人だから、世間の受け取り方は厳しい。大麻吸っても強くはなれない。親方は、実の兄貴や母親とも、10年以上も口を聞いてないから、8年なんて可愛いもんだろ。高藤力も貴源治も、誰かを批判できるほどの人間ではない。ニュースは以上です。よろしければ、皆様の意見をお待ちしております。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録を、お願いいたします。